はい、皆さんこんにちは、田中一平です。まあ、早稲田の入試が始まっています。で、まあたまたまですね、ちょっと DM で早稲田の文化構想の問題を送ってくださった受験生がいて、でちょっと難易度とかどうですか、お時間ある時に見ていただけるとありがたいですって、まあ、いただいたので、まあ一応ちょっと急遽動画を撮っています。早稲田の文校ですね、2024年の問題、まあちょっと全問見ていきたいと思いますが、まあ、大問1番ですね。日本史における文と武について述べた文章ということで、まあ、文化構想はこういうね、基本テーマ詞で時代横断で取材するっていう形ですけどね。はい。問いの1ですね。まあ、これは英字多分できるんじゃないかと思うんですけど、で、問いの2ですね。正誤問題ですけど、答えはあですね。いわ、まあ、光明氏は大場じゃないですね。藤原の4氏と光明氏は兄弟なんで、まあ、妹とか姉とかはそういう答えが正解なんで。で、うは、広継が間違ってて、立花の諸江ですかね。で、えは、もうよくあるやつですね。大仏造流の御事には死柄木の宮なんで。はい。で、おは、道教を寵愛したのは、聖武天皇じゃなくて聖徳天皇ということですかね。3番ですね。まあ、これはもう河川部から混んでいい地名ですね。空欄の4番も、平野とある天行の乱ですから、貞盛なんでいい。問いの5っすね。これがちょっと難しいのかな。まあ、どうなんですかね。答えはうなんですけど、問いの入港を撃退したのはね、九州地元の武士なんで、まあ、それが違いますよね。はい。ということですかね。問いの6、まあ、これは王でいいでしょう。三好の康信、門中将の執事。問いの7ですね。義満は将軍を辞めて何になってるか、太政大臣ですから、うですね。問いの8、河川部 F ですね。武家諸法度元なれ、誤ってるものなんで、これはおですかね。既存の条文の文言が修正されることはなかったわ。文武キューバの道から文武中古を励ましに変わっていることが分かってれば、まあ、できるのかなっていう感じですかね。はい。はい。大問1問いの9ですね。河川部 G。まあ、枢密院に線が引かれてるんですけど、これがまあ、どうなんですかね。意外と難しいと思うんですけど、あ、これは違いますね。枢密院っていうのは憲法草案の審議してますから、別に、第56条によって設置されたわけじゃないんで、まあ、けどこれちょっと文章がやらしいですよね。第56条に設置されたっていうのを結局憲法制定によって枢密院ができたっていうふうに理解して、で、憲法前からあるよねっていうふうにしなきゃいけないんで、まあは違うと。で、いが答えで、まあ、ただどうなんですかね、初代の枢密院議長伊藤博文って僕は授業で喋ってますけど、まあね、授業で喋ってるかできるかっていうとまたそれも別の問題なんで、で、う、枢密院は天皇と内閣総理大臣の諮問に答える。これは内閣総理大臣が余計ですよね。はい。ロンドン海軍軍縮条約最後まで承認せず、これは事実じゃないですね。はい。で、枢密院議長が直後に内閣総理大臣になった例はないっていうんですけど、で、これがまあ、誤りなんですけどね。近衛文麿と平沼騎一郎が、まあ実は枢密院議長をやってて、で、その直後内閣総理大臣になってるんでってことなんですけど、まあどうなんですかね、おはちょっと難しいのかなっていう感じなんだよな。この問いの9はもしかすると、まあ落としてもしょうがないのかなっていう感じがしますね。はい。問いの10ですね。まあこれは多分問題ないですね。内閣入れるだけなんで。おばい藩内閣入れて、山形有朋、丸に内閣ですか。だからまあいいですね。まあ Y 藩内閣でも後に絞られるんでね。まあ次乗ってきたら、まあそれは山形丸いでしょっていう感じですね。はい。問いの11は問題文から地名ですね。山本コンベイですか。はい。で、12番、PKO のため海外に派遣された。1992年なんで、これは最初の派遣でカンボジアを入れればいいのかな。はい。ということですかね。まあだから、大問1番は、まあどうなんですかね。問いの9がちょっと難しいぐらいで、まああとはスーッといけてほしいですけどね。まあ問いの5とかは差がつくんかな、という感じがしますけどね。はい。で、次ですね。大問2番が、A さんが岡山を旅行した時に書いた日記ってことですね。はい。って感じですね。問いのうちですね、XYZ の三重の整合ですけど、答えは、O だと思うんですけど、Y がちょっと難しいのかな。古墳時代中期の前方後円墳の中に二重三重の集合を持つものがある。まあ、堀を持つものがあるとか、二重三重のっていう、ここら辺のね、形容詞がね、まあ、正誤判断がどうなんだっていうところはあるんだろうと思うんですけど、X は、群衆墳なんで古墳後期だし、Z はね、まあ、終末期に全部こういうふうにないんで、これは厳しいかなっていう感じですね。はい。問いの2番ですね。これはですね、文校の学問やってたら、これ過去問であると思うんですね。これ、O が正解なんですけど、演技式、人名帳ですか。式内者ですけどね。まあ、これは、過去問やってた人はラッキーだったと思うんですけど、まあ、じゃないと多分判断できないですね。はい。まあ、
落として差になるとは思いませんけどね。まあだから結局こういうところが過去問やってるとラッキーだよねっていうところでね。はい。英語とか、まあ、なんだろう。国語に不安がある人はこういうのが一問でも拾えるといいんだろうというふうに思うんですけど。はい。問いの3、石見銀山17世紀の終わりに最盛期は嘘なんで、A ですね。4番、まあ、瞬間ですかね。まあ、これもどうなんですかね。まあ、獅子型の陰謀のところで説明がされているかどうかってことですけどね。はい。まあ、平家物語では有名な話なんでね。まあ、知ってる人は知ってるかなっていう。問いの5。アはそもそもガチ行じゃなくて英語集でしょ。で、イは、妙気安泰安は別に関係ないよね。自楽帝に迎えたわけだから、御用勢天皇。で、ウはってそうですね。で、エは、別に薄い峠で合流するわけじゃないんでね。下諏訪で合流するんで、はい。うん、ってことですかね。だから、それで消せばウとオが正解っていう風になるのかな。はい。問いの6、これは問題ないですね。英才ですね。公然五国論ですから。はい。7番ですね。XYZ 正誤ですけど。これはそんなに難しくないのかな。はい。まず、河川部 F だから、平家物語か。平家物語。自称中の乱を実際に戦った鎌倉幕府の御家人が書いた。まあ、これはわかんないですからね、一応ね。はい。だから、誤りかな。はい。朱子学の大義名分論に基づいて、これは関係ないですね。はい。Z、江戸時代になると、歌舞伎や浄瑠璃の題材にも選ばれた。これは良さそうですね。A ですね。はい。まあ、これは Z がちょっとどうなのかなっていう感じですけどね。はい。問いの8、空欄 B に当てはまる語句ですね。あ、黒積み経ですかね。備前だから黒積み経ですね。まあ、これは即答ですね。問いの9、静谷学校だから池田光政。問いの10、満州国建国宣言された時の首相ですね。そうですね、犬飼強ですね。これ岡山出身なんですよね。はい。ということで、どうすかね、問いの2、あとまあ問いの7ですね。まあ結局だから、この、あとまあ問いの1か。XYZ のこの3分正誤になるとね、やっぱ正答率下がってくると思うんでね。はい。まあけど、3問全部落とすとちょっときついかな。まあ、2問ぐらいに留めておきたいですね。間違えたとしても。はい。大問3番ですね。日本列島と海に関する歴史ってことですけど。問いの1。まあ、答えいいなんでしょうけどね。本州と北海道の間はこの時期でも海を隔てられた。これ、山川とか実況に写真じゃねえな。地図が出てると思うんですけど、その地図、見てますかって問題なんでしょうけどね。アはアウストラロピテクスはこれはおかしいですよね。まあ基本日本で見つかるのは新人なんで。まあだから新人だからアウストラロピテクスは違うよね。だし。ウですか。2万年前より前の遺跡が見つかってるかというと、岩宿遺跡は3万5000年前とかなんで。まあだからそれが分かってれば違う。港火神神奈川じゃない。ナウマンゾは別に九州以南で出土してない。これは嘘ですね。九州の方から来るんだから合ってるんで。では答えいいですね。はい。まあ、これはできてほしいな。問いの2。これなんか問題訂正があったみたいでね。8世紀の状況って書いてありますけどね。うが違うんですかね。はい。白井からの備前施設の来日は奈良時代に断絶していた嘘ですから。はい。問いの3、空欄 A ですね。これは 2A じゃないか。超かな。はい。まあ、これ選択肢見れば、そうやようじゃないだろうからね。はい。アワビが、まあ、特産品としてだからいいですね。はい。問いの4。あ、配列問題ですね。で、北方世界についての配列問題で、アイヌの文化がイ、ロがオホーツク文化、で、ハが遠距、エミシ合戦、で、ニが漁労を中心とする俗縄文文化なんで、まずニが先頭に来るのかな。だから、アとイが消えると、まあ、いうことですね。で、あとはまあ、アイヌとオホーツクでは、ロ、イの順なんで、はい。あ、だから、けど、これでは消せないのか。だから、結局、遠球の、なんだ、エミシ合戦ですか。これを、エゾ合戦を入れる必要があるんですけど、これ問題文に、前九年合戦と後三年合戦の間ってあるんで、前九年合戦が11世紀の中頃なんで、まあ、だから11世紀後半だっていうふうに考えると、オホーツク文化の方が先に成立してるんで、オホーツク文化もそれこそね、弥生時代頃から成立してますから、って考えると、2、ロか。
で、アイヌよりは前ですから、アイヌが成立の鎌倉時代っていうのが一応教科書の定義なんで、まあだからそうすると、ニロ、ハ、イカ。はい。なんで答え、エですね。はい。クーラン B。まあこれは面白いよね。はい。和光の光の字でいないんですけど、まあ漢字ミスしてないかどうかってことですね。はい。問いの6ですね。これは李春心が李成家の誤りで答えは和か。はい。っていう感じですかね。はい。ここは優しいですね、比較的ね。はい。まあ4がちょっとどうなんですかね。はい。まあ北方世界もね、まあこの程度はできないと思いますよって感じがしますけど。問いの7ですね。河川部 E。避難所の技術が日本へ伝わった。はい。あ、これは A ですね。はい。ポルトガル、マニラじゃないですもんね。マニラはスペインですから。で、ポルトガルはマカオなんで。これはもうあるあるの問題ですね。はい。問いの 8XYZ 正誤。X はマドリードが違うのかな？ローマですね。うん。それから Y ですね。伊藤満州はメキシコに渡ったわけではないですね。これは違いますね。転職検温施設ですから、インド周りで行ってますんで、太平洋横断はしてないと。Z、長谷倉常長、太平洋横断、ローマへ。これは合ってますね。だから、バツバツ丸だから、うかな。はい。問いの9ですね。これは多分、説問文見た方が早いですね。あ、ごめんなさい。説問文より、問題文読んだ方がいいですね。19世紀になると、イギリス、アメリカの船が日本近海に出没するようになり、何々を捕獲するだから、これはクジラですね。逆にこの説問文のね、キートサ、ヒゼン、ナガトとか、これまあ教科書記述がそう書いてあるからなんでしょうけど、これでクジラってわかる受験者はそんなにいないと思うんでね。はい。うん。次、問いの10ですね。河川部 G について述べた文のうち、誤っているものはどれか一つ選びなさいと、まあいうことですかね。はい。河川部 G は明治時代の話ですね。で、そうすると A ですね。これは違いましたね。大戦契機の話なんで。これは時期錯誤で。はい。うん。まあ、どうなんですかね。あとかいとかう。まあ、うのあれか。ボンベイ航路1893年とかちょっと細かいのか。はい。うん。まあ、けど A が自明の誤りですかね。だからこういうのは時期で判断するっていう知識があればってことですけど。はい。問いの11が、地球温暖化による海面上昇ですね。これに向けた国際的な取り組みってことで、プラザ合意は絶対違うの分かるだろうし、ペレストロイカも絶対違うし、新ガイドライン関連法はね、日米安保の最低義とかに関わる話ですから、ね、気温上昇関係ないんで、デタントも関係ないですから、まあ消去法でええだろうし、まあ時事的なテーマですよね、パリ協定ってね。まあこれできないで早稲田受けますってのはちょっとねって感じはするんで、消去法でできるかなと。まあそうすると結局大門さん簡単ですね。問いの4がちょっともしかするとみたいなところありますけどね。あとはできるのかなって感じですね。大門4番ですね。はい。人間とウサギの関係ってね、なんか面白いテーマを選んできますけどね。はい。で、まずは稲葉ですね。はい。どこですかと。まあ鳥取県ですね。はい。まあやっぱ旧国名はちゃんとやれよということですけどね。空欄 A、天寿国州長だから中宮寺か。これはできますね。はい。問いの3、河川部 B の作品、鳥獣人物戯画か。鳥獣戯画ですね。慶安末期から鎌倉初期の出来事で正しいもの。日蓮は鎌倉、まあ初期ではないですね。奥州藤原氏、別に横断ともに関係ない。なんだ、平の清盛、高倉天皇外族。これは違うな、安徳天皇外族かな。寿永2年10月1日、全国の支配権。違うね、これは東海道と東山道なんで、絵は違うということで、岡。はい。まあこれは消去法だろうな。国自党が停止して守護に引き継がれた。これ実況の日本史美に記述があるんですけど、まあ実況使ってない受験生はね、わかんないでしょうから。はい。まあこれは消去法で王を選べばいいんで。まあこれはちょっと選べないとやばいかな。4番。河川部 C の人物と同時代を生きた人。丸山応挙なんで、まあ江戸時代後半の方ですね。宝暦天明とか火星ですか。まあ宝暦天明ですね。で、そうすると、以下。一家団十郎初代は元禄なんで違うと。時期判断やっぱ聞かれるんですね。問いの5、空欄 B、幕末期に洋学塾として設立され、現在も存続している大学名。幕末期にできなきゃいけないんで、まあ、江戸は違いますよね。津田塾と東京大学は別に幕末にできたわけじゃない。で、宇野と早稲田大学も東京専門学校1880人だから違くて、まあ、慶応技術と同志社で、まあ、あとはね、どうするかってことですね。まあ、で、
慶応っていうのがね、明治の前の年号なんで、それ知ってればまあなんとなくああ選ぶのかなって感じで、まあちょっとこの洋学塾って書いたのが余計かな。説問文からすると逆にこれで分かんなくなった受験生がいると思うんですけどね。幕末に設立されたったら多分ああ選んだ人が多かったと思うんですけど。はい。はい。問いの6すんだ。まあ問いの方はまあ間違えてもいいかな。で、問いの6。陳節岩張月なんで、はい。まあ極低馬琴かな。はい。そうですね。はい。まあ、滝沢馬琴でもいいんじゃないかなと思うんですけどね。うん、はい。問いの6っすね。河川部 D。河川部 D。文明開化か。はい。で、誤ってるもの。これはうでしょうね。農村においても西洋化の風潮が進む。これ教科書にね。まあ、西洋化が進んだのは都市部だっていうことが強調されてますから、まあ、これは違うの気づくと思うんですね。はい。問いの8、空欄 D に当てはまる空欄 D なんで、出力処分での何々の交付で、漢字6字だから、まあ、金6を最小小っていうのはわかるかな。漢字ミスしないように書いてください。問いの9、河川部 E に関連して、これは日清戦争か。正しいもんだから、あ、朝鮮の旧式軍隊の反乱に介入した日清両軍。これ関係ないですね。農民反乱なんでね。これ、人後軍乱の記述ですけど、まあ、人後軍乱って分かんなくてもね、農民反乱なんで、旧式軍隊の反乱ではないからは違う。い、沖縄の支配権をめぐっても争われた。まあ、事実ではないですね。う、清国の前期は遠征外。これは違うね。李鴻章だね。講和条約の調印後、三国干渉を受けたのが、オーストリアが違うのか。フランスですもんね。ってことは、王かな。賠償金によって日本はさらなる軍備拡張を成し遂げた。まあ、これが合ってるかな。はい。戦後経営とか考えれば、おですね。問いの10。河川部 F が日露戦争ですね。で、これが正しいもの。あ、陸戦における主戦場は中国東北部だった。まあ、これ、広報展開戦とか念頭に比べば丸ですね。ってことは、これが答えですね。ああ、これはきついな。祝勝会や提灯行列などは自粛された。これやってます。はい。これ判断難しいだろうな。だからまあ、青を成分だって選ばなきゃいけないのかな。う、当時の内閣は伊藤博文内閣。これは桂太郎ですね。日本軍は青島を占領したが、その後返還した。これは第一次世界大戦だね。お、アメリカのポーツマスで。日本全権、陸奥宗光じゃないよね。小村寿太郎ですから。はい。ってことで、赤。E が消せないんで、まあ、青、法典改正などから答えって選ぶ必要があるね。問いの11、河川部 G に関連して、河川部 G は毒ガス兵器が、はいはいはい。毒ガスや細菌兵器についての、誤ってもらう。難しいね。はい。あ、毒ガスや細菌兵器の実験研究施設がハルピンに置かれた。まあ、731部隊の話してるんだろうけど、これはまあ多分分かんないね。まあ、成分ですね、これは。い、日本軍は毒ガスを実戦では使用しなかった。まあ、これが答えなんだろうけど。はい。どうなんだろう、これ分かんないのかな。う、日本軍は毒ガス戦や細菌戦の研究のため、中国人やソ連人を使って生体実験を行った。まあ、ソ連人、ロシア人っていうところが、まあ、判断どうかな、っていう感じで。これはできなくてもいいのかな。はい。日本軍は細菌戦を中国各地で実行した。あ、だからこれあれだね。E と A が対だから、まあどっちかが答えだねってことで、まあ戦前の日本軍がやったことがひどいことばっかやってるっていうふうに思ってる人は多分 E 選ぶんだろうし、まあそうじゃないよ。と思ってる人は A を選ぶのかな。はい。あ、そういう意味ではまあ E と A のどっちかって選択になるのか。はい。お、731部隊。まあこれはいいでしょうからね。まあ E か A で悩んで、まあ間違えてもいいんじゃないですか。1問くらいだったらね。はい。問いの12、XYZ か。河川部 H。河川部 H は第二次世界大戦後の食糧難。はい。Y、あ、X か。台湾や朝鮮から米が入らず。まあそうだね。これは合ってるね。はい。まあ植民地だからね。亡くなったわけだから。で、天候不良や積年の肥料不足による凶作も起きたことなども原因となった。合ってるね。Y、終戦による日本列島の人口が急速に伸び、失業者が増えたこと。まあそうだね。これはあれだ、あれか、引き上げとか福音が念頭にあるのかな。Z、物資の配給制度が終戦と同時に全廃されたことが一因となったんですね。終戦と同時に全廃は嘘だな。はい。これは誤りだね。だから、〇〇×。このね、結構配給に関わる話って最近早稲田出てるんで、2023年のいろんな学部で結構出てるんで、はい。XYZ、だから〇〇×だから、うか。はい。
問いの13ですね。下線部 I。はい。あ、これか。高度経済成長期ですね。についてで、誤ってるもの。一つか。あ。池田内閣全国総合開発計画を策定し、うんぬんかんぬん。これは、ってそうだね。まあ、わかんなかったら三角して先行って、誤ってるもんだからね。い、日本は国際通貨基金を、あれか、八条国、IOF 八条国だね。に移行したことで、国際収支悪化を理由に、大会支配制限を行えるようにした。これは誤りだな。だからこれ答えか。本当？この期間に日本の国民総生産 GNP は年平均約 10%。もうこれ合ってるな。高度成長するかな。え、民間企業の、積極的な設備投資。これ合ってるね。お、高度経済成長の一方で農作物の輸入自由化が進むなど、農業経営は安定せず、農村の過疎化だ。これも誤りじゃねえかな。農産物の輸入自由化って90年代の話だからね。高度経済成長の話じゃないで。あれ、そうするとまあ、と、二つ答えるのかな。ああ、出題ミスですね、これね。まあ、出題ミスっていうかまあ、と、両方答えだから、まあ、多分それで採点するんじゃないですかね、大学が。まあ、ちょっとわかりませんけど、はい。まあ、と、のどっちか選んでればいいかなと思いますね。はい。っていうことで、まあ、ざっと全問見てきましたけど。まあ、早稲田の文法はこんなもんかなって感じですね。例年ぐらいの難易度ですね。優しいってこともないと思いますけど、まあ、難しいってこともないと思いますね。はい。ということで。まあ、こんな感じで、やっぱりなんだろう。ね。まあ、文法を受けなかった人も、まあ、多分、大手予備校の回答走行のページ行けば問題上がってると思うんで、解いてみるといいと思います。実際にやっぱ同年度別の学部で同じような問題出るっていうケース結構あるんで。で、実際に文化コースを受けた人はやっぱね、受けたものをちゃんと復習して、まあ、臨んでもらえるといいかなというふうに思いますね。はい。はい。じゃあ、2024年のね、早稲田の文化コース学部。はい。DM で問題いただいた方、ありがとうございました。ということで、まあ、とりあえずこんな感じで解説をしてみました。もし早稲田だったら、まあ、解説してほしい、学部のがありましたら、DM で送っていただいたら、まあ、しかも時間があればっていう、ちょっと条件付きになりますけど、やらせていただきますんで。はい。まあ、もしこんなもんで良ければ、はい。まあ、簡単に続けられるかなとは思いますので、はい。ぜひ、まあ、DM で送ってください。ありがとうございました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からも分かりやすい授業の動画を配信していきたいというふうに思っています。お見逃しにならないようにチャンネル登録、それからベルマークのクリックをよろしくお願いします。また、いいねボタンのクリックもよろしくお願いします。授業の感想やメッセージなどがありましたらコメント欄の方にぜひお寄せください。それではまた次の授業でお会いしましょう。さようなら。